インターネットに正義の味方がいなくなってる。 Apple Vision Pro をつけたまんまここまで来たらしい。そうです。同時に翻訳してテキストにしてくれる、はい、まあ、話題の話をちゃんと解説をここで見てさも知ってるかのように喋るみたいなことも全然できちゃう。一通り赤マフラーでいじられたんで外しましょうかね。じゃあちょっとマイクが当たるみたいなんでしょ、はい、コメントで仮面ライダーなのかっていうのをすごい気になってるらしいですよ。 そうですね、ライダーできたのかという、はいはい、そういう意味で言うと、まあ、まさに、はい、その僕の個人的な立場は、はい、IT 評論家とか IT 批評家って言ってるんですけど、はい、正確に言うとインターネットに正義の味方がいなくなってる。どういうことですかそれ。要はもともとは Google とか Amazon とかはやっぱり世の中良くしたいって言ってもともと作ってるわけですよ、うんうん、だから Google とかってその社税が Organize World Information and Make it Universal Accessing and Easy Using っていうその世界中にこんなに情報が溢れてるのにそれを有機的につなげてやればどこにいてもどんな時でも情報が取れて簡単に使える社会って素敵じゃないっていう宗教なんですよ Google って。なるほど、素敵ですね、うん、素敵でしょ、うん、なんですけど残念ながら、いやそう理念はいいんだけどやっぱり会社が大きくなってくるとなかなかね、いろいろできないことも増えてくるじゃないですか、まあね、はい、そうするとその Google っていうのがインターネットの正義の味方をやりきれなくなってきてることが増えてるから、じゃあ個人として正義の味方いりませんっていうんで、まあ赤マフラーをまあこうやってつけさせていただいたりとか、その仮面ライダー的なマスクみたいなものもね、まあ、つけたりとかみたいなことをこうやったりとかねするわけですよ。ヤンさんっぽくていいね。いきなり出落ち感があって大丈夫ですかね。いやいやいや、はい、これがアップルビジョンプロみたいなね。アップルビジョンプロをつけたまんまここまで来たらしいです。そうですね、いやさっき打ち合わせ聞きましたけど、はい、これつけたまんま普通生活できますよこれで、はい、生活できるけど、うん、別にそいや奥野さんこれね後でちょっとつけてもらいたいと思うんですけど、はい、これすごいっすよ本当に。もう今見えてますから本当にすごいっすよ。いや見えてたとして、はい、として裸眼でよくね、はい、いやだからね、例えば僕海外とかでもこういうセッションやるわけですよ、はいはいはい、で正直やっぱりその海外の方の英語とかめっちゃ早いから全部聞き取れないわけですよね、はい、そうするとここにその リアルタイム翻訳のウィンドウを乗っけとくと、奥野さん見ながらもうまっすぐ見てるように見ながら実はここでリアルタイムの翻訳聞いてますとか、でそれがまさに今回のオープン AI で同時に翻訳してテキストにしてくれる、はい、でその正確性はどうなんですかその翻訳の。結構いいですよ英語は。はい、英語から日本語は問題ないですね。 でここでチャット GPT 開いて、今開いてるんですけど、今開いてる、今開いてる、あら、でここでこうやってその入力してやると今話題の話をちゃんと解説をここで見てさも知ってるかのように喋るみたいなことも全然できちゃう。それをだ今度メガネに なってますよね、すでに売ってますよね、はいはい、だから分かんない時代が。そうだからそれを装着して全然できちゃう。ちょっと装着してみます。いや後でいいです、はい、だって綿鬼のエピソードとか全部こうやって見ながら喋れる。第何話で誰が出てきたか全部分かるから。いやでもそれはドラマは見てないわけでしょ。違う違う、 AI が全部見てるんだから、最終シーズンまで全部。いやそれただの情報じゃないですか。見てくれて、はい、今回のオープン AI は、はい、感情までちゃんとっていう話をちょっと今日はしたいと思いますんで、はい。